フェルプス軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は9747人で、軍庁所在地はホールドレッジ。ネブラスカ州のナンバープレートで、フェルプス軍の車両は最初の数字が37になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、 フェルプス軍の車両登録台数が州内の軍の中で37番目に多かったからである。フェルプス軍は1873年に組織され、この地域の初期の開拓者、ウィリアム・フェルプスにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1400平方キロメートルである。このうち1399平方キロメートルが、 陸地で2平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち0.12%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、フェルプス軍には9747人、3844世帯及び2683家族が暮らしている。人口密度は7平方キロメートルで、 3. 平方キロメートルの平均的な密度に4191件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人97.79%、黒人0.11%、先住民0.28%、アジア系0.28%、太平洋諸島系はおらず、その他の人種0.79%、および今月、根結0.75%で、 2.26%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。フェルプス郡に住む3844世帯のうち33.10%は18歳未満の子供と暮らしており61.60%は夫婦で生活している5.80%は未婚の女性が世帯主であり30.20%は 家族以外の住人と同居している。26.70%は独居で、全世帯の13.00%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.47人であり、家庭の場合は3.00人である。軍の住民は26.50%が18歳未満の子供で、 18歳以上24歳以下が6.10%、25歳以上44歳以下が25.80%、45歳以上64歳以下が23.60%、及び65歳以上が18.10%となっている。平均年齢は39歳である。女性100人に対して男性は96.10人いて、18歳以上の 女性100人に対しては、男性は92.90人いる。軍の世帯ごとの平均収入は37,319米ドルで、家族ごとでは44,943米ドルである。男性の28,962米ドルに対して、女性は21,741米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は19,044米ドルである。総人口の8.90%、家族の6.20%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の12.10%、及び65歳以上の7.70%は、貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。